李光楽は、韓国の政治家である。慶尚南道、ウルサン軍生まれ。1942年、ウルサン農業学校を卒業。翌1943年に、九州の立ち井陸軍飛行学校に入隊したが、第二次世界大戦の終戦後に帰国。1946年3月23日付で、軍事英語学校を卒業して少尉に任官。 第5連隊 B 中大将大九1949年、陸軍参謀学校卒業。1950年3月に来日して、第25師団で研修を受けていたが、朝鮮戦争が勃発すると帰国。1951年、陸軍本部情報局次長。同年4月6日、陸軍本部情報局長代理。同年9月、陛下教育のため渡べ。 1952年、アメリカ陸軍兵団学校卒業。同年9月1日、陸軍本部兵団官。同年、順庄に昇進。1954年、教育総本部参謀長。1957年、中アメリカ大使館付部官。1959年、第79期関長。1961年1月、予備役編入。 僕政紀により国家、再建最高会議広報室長に任命されたことが、政界入りのきっかけである。第三共和国では、大統領秘書室長、中日本大使、第四共和国初期には韓国中央情報部長を、務めた。1971年代韓民国大統領選挙では、牧政紀陣営の葬式を振るった。百七十二年五月二日、密かに、 平壌を訪れ、近日成と2度にわたり会談。韓国に帰った後の7月4日、ソウルで韓国側当事者として南北共同声明を発表した。1973年、近大中事件のために中央情報部長を解任された。事件に深く関与しているとされている。1978年に国会議員に無所属で立候補、当選した。 1979年、牧世紀が暗殺されると、正解を去った。その後はイント遁ン生活に入り、2009年10月31日、脳腫瘍と老人性疾患により、ソウル市内の病院で死去。ありがとうございます。